こんにちは、レガリアです。今回はですね、さくら Wi-Fi さんのツイッターを見ていてちょっと気になるものがあったのでご紹介していきたいと思います。こちらですね、今さくら Wi-Fi さんのサイトです。はい、今ですねツイッターの方に移りましたけども、このツイートのリツイートが20回を超えましたら禁断のページを公開しますと書いてあります。まあ、今ですね、現在ちょっとボケてますけども、8月2日の17時54分です。リツイートが20回を超えましたらということで、現在ですね90超えてるようです。この禁断のページって何ですかね。まあ、ちょっと気になるかなっていうところは、こちらのさくら Wi-Fi さんのサイトにありました。YouTuber への挑戦状っていう、こちらがまあ一つ思い浮かぶかなっていうところなんですけど、まだ今の段階ですとこのさくら Wi-Fi さんのサイト、まあ特に変化ないかなっていう感じなので、もうちょっと待ちましたらこちらの禁断のページってやつが出てくるのかもしれないですね。まあ、こちら待ちたいと思います。まあ、皆さんもちょっと期待していいのかどうかわからないですけど、期待して待ってみてください。ちょっと短い動画なんですけども、今回も動画を見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。